エフゲニー・ミローノフはソビエト連邦及びロシアの俳優である。2004年にはロシア連邦からロシア人民芸術家の称号を贈られている。1996年と2010年にはロシア連邦国家賞の演劇芸術の分野の賞を受賞している。また、1996年にはロシア名誉勲章を受賞している。 エブゲニー・ミローノフ、エフゲニー・ミローノフなどと表記されることもある。1966年11月29日、サラトフにて、ドライバーの父と売り手として働いていた母のもとに、生まれた。妹の奥さナはバレリーナで、映画に出演したこともあるという。1982年に、サラトフ演劇学校に入学し、ソ連人民芸術家の称号を持つ女優のバレンチーナ、 エルマコバに演技を学び、1986年に卒業を。卒業後には、モスクワに移り、モスクワアートシアタースクールで、オレグタバコフとアバンガルドレオンチェフに指示した。その後、1990年に、オレグタバコフ率いるタバコフ劇場に入団した。1994年には、タバコフ劇場の一員として来日している。2006年12月、ミロノフは、の、 芸術監督に就任した。太次は主役。ありがとうございます。